ったりとですね、こういうこう巡行するっていうのがなんか性に合ってるというかね、まあ、これだけのこう静けさとかあの快適性っていうのを実現できているというのはですね、もうロールスロイスならではというところになるのかなというふうに思いますね。こんにちは、株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はロールスロイスファントムのご紹介をしていきたいと思います。はい、今日はですねロールスロイスファントムのご紹介ということなんですけれども、ファントムはですね実はこうやって動画でご紹介させていただくのは初めてということになっておりまして、それもですね、極上のコンディションの、ファントムということになっております。でカラーリングがですね、アークティックホワイトというですねカラーリングの車両になっているんですけれども、もともとですねこのファントムっていうのはかなりサイズ感としてはロールスロイスの中では最も大きいモデルということになってまして、全長がですね約5メーター80ぐらいの長さがあるということになっております。まださらに長いモデル6メーターぐらいのモデルもですねファントムの中にはあるというふうに聞いてるんですけれども、今回弊社の方でですね、積載車に乗せるときにもう長さがギリギリというか足りないというか、後ろの煽りをちょっとこの倒した状態じゃないと乗らないようなですね、感じの、フルサイズの車ということになっておりまして、文字通りのですねこのロールスロイスっていう一つの大きなブランドっていうのがあるんですけど、その中の頂点にある車ということが言えるのかなというふうに思っております。年式はですね令和3年のモデルということになっているんですけれども、車のですねこのコンディションが弊社も今これ、スタジオで、これスタジオで使ってない時は全部車を庫内にきれいに駐車してですね、空調も中に入っている状態で、車の管理っていうのをしてるんですけれども、このオーナー様の前のこのオーナー様のですね、このガレージも行かせていただいたんですけど、塵一つないこうコンディションで、中が非常にきれいな状態でですね、空調もバッチリ効いているようなところに車が鎮座してたということになってて、走行距離もですねこれ1524キロということになってるんですけど、コーティングとか洗車とかをですね、定期的にやったことで、その洗車のこう任せているところのお店に自走で行って帰って行って帰ってっていうのをですねやるぐらいしか実際は車乗ってないということになってて、多分高速道路も確か乗ったことがないっていうふうにおっしゃってたので、ほぼほぼですね新車の状態をずっとキープしているというですね状態の車ということになってます。実際客観的なですねこの AIS の評価の中でも5点の内外装 AA ということで、傷っていうのがですね全く一つも中に出ていないんですね。要は、もう下手すると新車のよりも綺麗というぐらいのですね、コンディションになっているということになっております。でこの色の白っていうのがですね膨張色にやっぱり見えるというところもあって、この大きなロールスロイスがより大きなサイズ感に見えるのかなというふうに思いますね。もう一つはその車のデザインなんですけど、フロントの部分のですねこのパルテノン宮殿みたいな感じのですね前のグリルっていうのが非常にこう押し出しが強いというところもあって、多分リアにこの車がガッと後方からですね突かれると相当な迫力に押されてしまうというところがあるのかなというふうに思いますね。でフロントのですねこの、グリルのところのこのメッキもですね非常に上品な感じの輝きになっていて、これもですね国産車とかの、もうメッキと一線を画す感じのクオリティっていうのをですねすごく感じていただくことができるのかなというふうに思っております。あと、このコーチラインですね、このコーチラインっていうのも赤のですねコーチラインがこれ入ってるんですけれども、このずっとこう赤い線がスーッと入ってるんですけど、これもですね聞かれたことあると思うんですけど、これフリーハンドで職人さんが描いてるというふうに言われていて、このあたりもですねオプションとしてもかなりの高額のオプションになっててですね、この白にですねこの赤のコーチラインっていうのが
また非常にこう一つのアクセントになっているのもあって、特に白って間延びする感じのところがあるんで、この一本線が入っているっていうのがですね、かなり視覚的にもこのデザインを強調してくれるというか、非常に上品に仕上がっているのかなというふうに思いますね。でこのホイールはですね、これ22インチのホイールになっているんですけど、これもですね、半メッキの、ホイールになっているんですけど、傷一つない感じになっています。タイヤの目もですね、全く減ってないような状態になっているので、気持ちよく乗っていただけるのかなというふうに思いますね。で横見ていきたいと思います。中がですね、赤のレザーになっているんですけれども、ダッシュボードがですね、黒と赤のコンビという感じになってて、外から見てもですね、非常にこう、こういう車の場合って、特にそのフェラーリとかもそうなんですけど、中がですね、のカラーリングっていうのが全体的に車を見た時のですね、印象も左右するようなところもあると思うんですけど、そういった部分でもですね、非常にこのおしゃれな感じで、かつちょっと赤っていうところでビビッドな部分が見えるのかなというふうに思います。でリアがですね、この黒のスモークになってるんですけれども、全く中を伺い知ることができないという感じになってて、この観音開きでですね、こういう感じで開けることができるというような感じになってますね。でこの窓のですね、このウィンドウの周りの部分もこれもですね、全部メッキになってるんですけれども、これは半メッキではなくて、グリルと同じようなですね、メッキの、塗装ということになっております。で後ろ見ていきたいと思います。本当にね、こう上品な佇まいですよね。このロールスロイスっていうのが、ロールスロイスのファントムっていうのはですね、非常にその歴史が長い車になってて、だいたいその車も、メルセデス・ベンツだったら S クラスとか E クラスとかっていろいろあると思うんですけど、このファントムっていうのが固有名詞としてですね、名前がついて、なおかつ今現在もずっとこのファントムの何年式何年式っていうのがこう引き継がれていってるっていうのがあると思うんですけど、その中でいうとですね、世界で最も歴史のあるこの社名というふうにも言われておりますので、その格式高さっていうのもですね、この車の魅力になるのかなというふうに思います。でリアもですね、完全スモークガラスになってて、やっぱりリアシートにですね、乗る機会がやっぱり多い方が乗られるのかなというふうになると思いますので、リアの中身がですね、こう伺い知れないというふうな感じになっております。この手元の資料によるとですね、このロールスロイスのこのファントムっていうのは1925年に販売をスタートしていて、今回のこの車で8代目ということになるということなんですね。で2017年に、14年ぶりにフルモデルチェンジということになってて、この形のものになっているということになっております。このモデルからですね、この車体の設計とか、パワープラントとか内外装のデザインのすべてが、一新されていてですね、特に大きいのはこの車体のアーキテクチャーオブラグジュアリーというもので、このロールスロイス専用 このオールアルミ製スペースフレームで、従来のモデルと比較して 30% 高い剛性を実現しているということになってて、この剛性が実現できたことによって何がいいかというとですね、やっぱりロールスロイスというと静粛性の高い車内というのがあると思うんですけど、この静粛性の高い車内っていうのは車のボディのこのよれであったりとかですね、きしみであったりとか、こういった小さなものもやはり乗り味に影響してくると思うんですけれども、そういったですね、剛性が高くなったことによって、もともと評価の高かったロールスロイスがより静粛性が高いですね、というものを実現したということになっておりますので、乗った時のですね、今までロールスロイスを乗った方でも、違いが分かるというところもあると思いますし、初めて乗られた方は例えばメルセデス・ベンツと比較してどうかとか、ジャガーと比較してどうかといった時にですね、
必ず満足いただけるようなロールスロイスならではのですね静粛性とかこういったものもですね、こういった新しい設計というところからもこう感じていただくことができるのかなというふうに思っております。はい、内装を見ていきたいと思います。これね、せっかくなんで運転席と後ろですね、後部座席一緒にこう開けてみたいと思うんですけど、すごいですよね。この中の豪華さっていうのはもう目を見張るものがありますよね。でこれがですね、この下にですね、このゴムのマットが、ロールスロイスのマットがついてると思うんですけど、これ毛足の長いですね、絨毯がこれついてるね、超豪華なやつが。でこれは前のオーナー様はですね、一度も使うことなくトランクに保管をされているということがあるので、この汚れてもいいというマットが一応、しかもロールスロイスのですね専用のものということになっているんですけど、今現在ついているということですから、毛足の長いマットはですね、新しいオーナー様が引いて使うもよし、このまま、ちょっと汚れるのが嫌だからこのまま使うもよしというところになると思うんですけど、いずれにしてもですね、非常に気持ちよく乗っていただけるというところになるのかなというふうに思いますね。で中のですね、シートの状態ももうコンディション AA ということですから、全くのその傷とか汚れっていうのがない状態なんですよね。ですから車のコンディションっていうのをですね、私がここがこういうふうに傷がついていますとかっていうことをお伝えする必要もないのかなというようなですね感じになっております。ちょっと乗ってみたいと思いますね。このシートのですね、この厚みが圧倒的なこう高級感っていうのを乗った時に感じさせてもらえますね。でシートがですね、柔らかいんですけどしっかりしている感じなんですよ。この絶妙な硬さですね、これはですね、多分長距離乗った時とかにかなり効いてくるのかなというふうに思いますね。ふかってしてるというような感じというよりは意外とカチッとしてるんですけど、でも乗っててですね、それなりの弾力があって絶妙なバランスになってます。でこのステアリングがですね、このパドルとかもついていない感じになってて、あくまで、このクラシカルなこのハンドルっていうのを意識した作りになってるのかなというふうに思ってて、視覚的にもですね、あまりこう最近 の, そのデジタルチックな感じのものっていうのが前面に出てるというよりは、物理的なボタンとかこういったものもしっかりと残しているような感じになってます。でこのインパネの部分とかもですね、この辺もデジタルになってるんですけれども、ただこのアナログな感じというかクラシカルな感じっていうのを残してて、非常にこう昔のロールスロイスを知ってる人もしっくりとくるのかなというようなですねデザインになっております。オプションでですね、このインテリアの中ではまずフロントベンチレーションシート、まずシートクーラーとシートヒーターと両方ともついているということですね。あとヘッドレストのですね、このロールスロイスの刺繍ですね、これもオプションということになっています。あとコントラストシートパイピングというものもありますね。あとカラードステッチ、こういったそのこれ黒を選択しているということですかね、カラードステッチ、エクステンドパイピング、これもちょっと意味がわからないんですけど、エクステンドパイピングというの中に入ってますね。あと特注インテリアモジュールというふうなものも中にあります。あとシューティングスターヘッドライナーと、これが上のですね、こういう星空のようなものになっているんですけれども、これも数百万のですねオプションということになっております。エンジンかけてみたいと思いますね。これは EV ではないので、このエンジン音っていうのはですね、普通にこう中に入ってくるような感じになっているんですけれども、V 型の12気筒の 6.8 リッターということになっております。で今これドアを開けた状態でこんな感じなんで、ドアを閉めるとですね、本当に静粛性がより高まるというような感じになっております。
でこの辺のですね、まあ、操作性なんかも非常にこうものすごいこうアナログな感じっていうのが見て取れるような感じなんですよね。そのすぐに見てもパッと使えるような感じになってますよね。はい、リアシートを見る前にですね、これが傘ですね。ここにこう傘が入っているということで、これは1回も開けてないので、これを開くのはちょっとね今回はしないようにしとこうと思うんですけど、ここにですねロールスロイスならではの装置というかね、傘も収納されています。ちょっとリア乗ってみたいと思いますね。いやー、リアシートはですね本当に座った時にぐっとね沈み込むような感じで乗ることができます。で今の、キャプテンシートの車っていうのが、結構多いのかなっていうふうに思うんですけど、特に、よく後ろに乗る車でいうとやはり日本だったらアルファードとかレクサスの LM とかっていう乗る機会があると思うんですけど、後ろに乗った時にですね、このキャプテンシートになっているのでどうしてもそのシート単体で一人一人が乗るという感じになると思うんですけど、一人で乗るというふうになった場合にですね、かなりこの横がですね、この独立してないことによって、広く使うことができますよね。でよりこう一人で後ろに乗るといった時にですね、特別感のある空間というのを味わっていただくことができるというふうになってて、非常にそのあたりもですね、運転していただいて後ろに乗るという使い方っていうのでは非常にラグジュアリーさっていうのがよりこう強調されるのかなっていうふうな感じですね。で真ん中に、このように、肘掛けとかですねこういったものもあるんですけれども、こんな感じで、ここは何だろう、ここもこうやってあるのか、ここはこれがカップホルダーか、こんな感じになってますね。いやなんか後ろに乗った時のですねこのスターライトヘッドライナーがねこう見ていただくとすごいですよね。もう夜とかってまた違う感じでしょうね。めちゃくちゃテンションが上がる感じですよね。あとね見ていただくとですね、この辺とか見ていただくとビニールが全部ついてますよね。この下のところも見ていただくと全部ビニールがついてますし、本当に塵一つ落ちてないという感じになっているので、完璧と言って差し支えないですねコンディションじゃないかなと思いますね。はい、エンジンルームですね、見ていきたいと思います。すごいですよね。これ12気筒の 6.8 リッターということになっているんですけど、出力がですね571馬力ということになってます。この571馬力の使い方としてはですね、スーパーカーのようにものすごいこうスポーツ性能を引き出すためのものというよりは、より余裕を持ったですね加速とか、その日常に使えるようなですねものとしては、必要十分な馬力ということになるかと思うんですけれども、非常にこの余裕を持って乗れるというのはですね、この圧倒的なパワーがあって、この重たい車体をですね、軽々とこう引っ張ってくれるということになると思うんですね。実際車両重量はですね2700キロ、 2.7 トンあるんですよね。かなり重たいということになると思うんですけど、それでもアルミボディを使ってかなりですね軽量化されて、なおかつそのぐらいあるというようなですね、大きな車体なんですけど、余裕を持ったですね加速っていうのも味わっていただけるということになっております。はい、トランクスペース見ていきたいと思います。広、これ長さすごいですね。横にねちょっとちっちゃい人だったら後ろに寝れますよね。実はちょっと車中泊できるんじゃないかなっていうぐらいの広さがありますよね。でこれが新品のマットなんですけど、このマットもひょっとして完全にこれ一回も開けてないですね。これ取り出すことができないようになってますよね。だからもう一回も新品とかから開けてないんですけど、
外から見るとですね、内装と合ったこの赤のものになるんですけど、この絨毯のですね、この厚みがすごいんですよ。これこう持った時にですね、あの高級ホテルのロビーとかでそのこの絨毯のところをこう踏むとズワッとなるじゃないですか。あれです。あれがここにこう車内のマットとしてですねあるということなんですけど、これももう買うととんでもない金額するんじゃないかなというですねものがあって、これを新品でそのまま、あるということになっています。で中のですねこのトランクのスペースはあのかなりあの広いので、まあ、ゴルフで、まあ、クラブを縦にボンボンってでかいものを入れても、まあ、4つぐらいは普通に入るのかなというふうに思いますし、これがですねやっぱりアルファードとか、LM とかとまた違うところで、意外とアルファード LM ってですね中のシートとかが、まあ、優先されてて、荷台って結構ちっちゃいんですよ。6人乗ったりとかすると一番後ろって本当にちょっとしか乗せることができないんで、荷物がですね意外と乗せるときって困るんですよね。でもこれだけのトランクがあったら、あの純粋に中の車内のですね空間っていうのを最大限使うことができるということになりますので、後ろにリアに1人とか2人乗るというのをですね、日常に想定した場合には、まあ、あのかなり余裕を持ってですね乗っていただけるというような感じになるのかなというふうに思いますね。はい、付属品とか見ていきたいと思うんですけど、これがですね、このバッテリーチャージャーですね。多分乗る機会がそんなに多くない場合は、多分そのガレージでですねこの常に、充電をするというようなことになるかと思うんですけれども、これロールスロイスの純正のものがついています。でこちらがですね、多分スペアキーになるのかな。すごいですねこれ、こんな感じになってます。まあ、1本はこの中に入ってますけれども、重厚感のあるですね、この箱になってますよね。このスペアキーも絶対になくせないなというようなですね、なんかブランド物のこう箱になんか入ってるような感じですよね。でこちらが取説などの書類の一式ということになるんですけれども、中開けるとですねすごいですね。これも多分ね一回も開けてないですね。これも取説などがしっかりと、保管をされているということになっております。で、整備記録ということなんですけど、これもですね基本的には点検ということが中心になると思うんですけれども、これ2022年の1月に、654キロでですね、ヨーロピアンバージョンの博多の方でですね、まあ、ディーラーさんになるんですけれども、点検を実施しています。で2023年の1月のこの時に1294キロの時に同じくヨーロピアンバージョン博多で12ヶ月点検をしていると。その時にもエンジンオイルとかオイルフィルターとかブレーキフルードとかエアコンフィルター、ワイパーブレード、まあ、キーレスの電池交換などを、実施しています。このワイパーブレードに関してもおそらく雨で一回も乗ってないはずなんですけど、それでも、まあ、予備的に、まあ、ワイパーこれ2回、3回交換しますもんね、1500キロで。これもすごいですよね。で今年2024年の1月22日に1468キロで同じくヨーロピアンバージョン博多さんで2年の定期点検で、エンジンオイル、オイルフィルター交換、ワイパーブレード、キーレス電池の交換、あとナビゲーションの地図のアップデート、これをですね実施しているということになっております。はい、それではですね走らせていきたいと思います。まあ、ロールスロイスのファントムのご紹介ということなんですけど、まあ、こうやってですね、まあ、動画で、まあ、ご紹介するのはこのファントムは初めてのあの車ということになるかと思うんですけど、とにかくですねもう乗った瞬間にこの静けさっていうのが、もうこれ車に乗ってるっていうのをね忘れるぐらいのですね、あのすごいこう静粛感っていうのを、まあ、感じることができるっていうのが第一印象ですね。その路面のですねロードノイズとかっていうのも
ほぼほぼこう拾うようなこともなくて、こうエンジン音っていうのもですね、当然そのガソリンエンジンの車なので、あの当然するしてるんだろうと思うんですけど、車内にですね、もうほとんどそれがこう入って漏れ聞こえてくることがないというような感じで、非常にこう快適性っていうところで言うと、まあ、最上級の車というのがですね、感じていただけるんじゃないかなというふうに思います。ですごいやっぱ静かな感じなんで、まあ、こうやって動画で話をしててもですね、まあ、大きな声で喋らなくてもおそらくその音声についてもしっかりとこう伝えることができるというところもあるのかなという感じですよね。で多分ね、まあ、この車のロードインプレッションをするときに、まあ、この山道を走るっていうのがですね、ちょっと非日常な感じにこの車にとってはですねするのかなというところなんですけど、貴族の休日みたいなね感じの、まあ、イメージなんじゃないかなというところですよね。これ前スペクターとかをですね、あのロードインプレッションというのをさせていただいたことがあったかと思うんですけど、スペクターの場合は、まあ、サイズ感も5メーター超えのですね、まあ、クーペということなんですけど、まあ、乗った感じっていうのはですね、あの後ろ振りまかなければあのスペクターもこのこうロールスロイスのこのファントムもですね、ほとんどあの乗った感じの印象っていうのがあんまり変わらないかなというような感じですね。でサイズ感でいうとスペクターが多分5メーター30ぐらいあると思うんですけど、このファントムは多分5メーター80弱ぐらいこれ多分あると思うんですよね。でサイズ感もかなりやっぱり大きいというところもあるんですけど、まあ、そういったこうラグジュアリーなですね車っていうのはいろいろ数多くある中で、まあ、ヒエラルキーの頂点にあるような車というですね位置づけなんじゃないかなというふうな感じですよね。まあ、普通だとですね、まあ、後半は少しペースを上げて走るというですね、ことをだいたいルーティンにしてるんですけど、まあ、この車の場合はですねちょっとそういう走り方をする必要もないのかなという感じでですね、まあ、こうゆっくりとこう巡航していこうと思うんですけど、まあ、スポーツカーとかだとどうしてもこういった峠でもですね早く早く走るっていうのがしたくなる、ね、衝動に駆られるんですけど、まあ、このロールスロイスとかだとやっぱりこうゆったりとですねこういうこう巡航するっていうのがなんか性に合ってるというかね、ぴったりと来るなというような感じですよね。で、まあ、この車自体はですねとにかく内外装もめちゃくちゃ綺麗な状態で、もともとのねオーナー様のガレージにもかかったんですけど、もう塵一つないというねものすごく綺麗な環境でこう車を保管されているということもあって、まあ、次買われる方にとってはですね本当に新車を買うような感覚で、乗っていただくことができるのかなというですね、コンディションということになりますね。本当ね繰り返すようなんですけど本当静かなんですよね。これを乗ってまたさらにスペクターとかの凄さも感じますよね。これだけエンジンがですね12気筒のエンジンとか乗ってても音が漏れ聞こえてこないということになってて、まあ、これがさらにモーターになった時にですね聞こえてくるのっていうのはそのエンジン音以外のですね、まあ、駆動の音とか、まあ、こういったものになると思うんですけど、まあ、こういったそのロールスロイスが今まで積み上げてきた、まあ、こう技術とかですね、まあ、こういったものの推移っていうものを、まあ、この新しい EV でもですね強みをこう存分に発揮できるですね感じで作られているのがスペクターというところになるかと思うんですけど、まあ、このエンジンについてもですね、まあ、これだけのこう静けさとか快適性っていうのを実現できているというのはですねもうロールスロイスならではというところになるのかなというふうに思いますね。まあ、スーパーカーとかスポーツカーに関心がない方でも、まあ、こうロールスロイスっていうのをこう世界のですね本当にそのエグゼクティブの方とか、まあ、そういった方がこう、ね、こう支持されているという最上級の車ってどういうものなのかというのをですね
一回味わってみたいという方もなんかいらっしゃると思うんですけど、まさにこのファントムとかはですね、まあそういったロールスロイスとは何たるかっていうのをですね、まあ、乗ることでこう感じていただける、まあ、あの車じゃなんじゃないかなというふうに思いますね。で運転についてもですね、これ、まあ、後ろに乗るというのはね、あの、まあ、オーナーさんが後ろに乗るというあのパターンが多い車なのかなとも思うんですけど、あのドライバーズカーとしてもですね、あの乗ってて運転もすごくしやすいですし、あのまあ、普段後ろに乗ることがあっても、まあ、たまに運転するという時もですね、あの十分に快適に味わっていただけるっていう感じじゃないかなというふうに思いますね。はい、いかがだったでしょうか。ロールスロイスファントムのご紹介をさせていただきました。とにかくね、文句のつけようがないですね。最上級の車の最上級のコンディションということが自信を持って言える1台ではなかったかなというふうに思っております。でこの車の場合はですね、新車を、まあ、今からオーダーをするというふうになると、まあ、納期などもやはりある程度かかってくるというのがですね、想定されているということがあるかと思うんですけれども、新車を買うのとあまり変わらないようなですね、条件でこの車をまず手に入れることができるというのがですね、一番大きなポイントではないかなというふうに思っていて、でなおかつですね、この車が今現在ですね、このアークティックホワイトと内装がこの赤のですね、この組み合わせのファントムというのがですね、多分競合っていうのは特にないというところがあると思うんですよね。ですから感覚的に、この車っていうのが素晴らしいなというのをこういう動画を通じてなどでもですね、感じていただくことができたら、多分程度に関してというのはですね、まずもって、心配することがない車ではないかなというふうに、あのこの動画でも伝わったのかなというふうに思いますので、あとはですね、ご予算感だとか、まあ、こういったものがですね、あのピタリと合えば、いいご縁がつなげるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、今回もですね、まあ、こういったその動画の中で特にですね、この車のインプレッションというよりは、まあ当然弊社の場合は販売をしている会社ということになりますので、販売をする、まあ、プレゼンテーションみたいなことになったかと思うんですけれども、まあ、こういうバーチャルのですね、まあ、商談というものが、させていただく中でですね、より細かい情報というのを走行シーンも含めてですね、お伝えすることができたかと思いますので、まあ、この動画をですね、ぜひ参考にしていただいて、遠方の方も含めてですね、ご検討いただければというふうに思っております。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。